広瀬まりのべっぴんボイスレッスン。今回は低い音も高い音も出し方は一緒です。高い音が出ないというお悩みはよく聞きますが、低い音が出なくて困っているというお悩みはあまり聞いたことがありません。でも低い音がしっかり出せれば高い音も出しやすくなるのです。姿勢などは大きく変えていません。変えているのは高い音を出す時のお腹の動きです。高い音ほど息の量とスピードが必要なので、音が上がるにつれお腹に力を入れしっかり息を吐き出すようにします。足を肩幅に開き姿勢を整える。楽に出せる音から1音ずつ下げていく。姿勢を崩さないように気をつける。下がった音から滑らかに音を上げていく。低い音を出す時の方が喉がしっかり開きます。その感覚のまま高い音を出すと高い音も楽に出せますよ。やってみてくださいね。広瀬まりのべっぴんボイスレッスンでした。バイバイ。